Mais où est donc Ornicar? 今日はみんながネイティブみたいに流暢に話せるようになるためのコツを教えたいと思います。それでは早速始めましょう。フランス語だけじゃなくても言語を習ってる人の中でやっぱり長い文章を作りたいな。文章が長かったらね、流暢だなって思っちゃいますね。そのために小さい言葉が存在しています。そういう言葉いっぱいあるんですけれども、今日は教えたいのは conjonction de coordination ということで、2つの文章をつながる小さな言葉です。め、多分そういう言葉みんなも使っていますので、簡単に説明すると、めは反対の意味を持っている言葉ですね。例えば les vacances étaient bien mais il a fait chaud ということで、最初はいいことを言いますね。休みは良かった、いいな。 で、その目を使うと前を言ったことの反対語を言いますね。からニュアンスを追加するために使ってみてください。ウですね、何かを見分ける意味を持つことです。例えば pour le petit déjeuner tu veux du pain ou des céréales の前にある文章や言葉、そしてそのうの後にある文章や言葉は違いますね。全然違いですから、相手を選択させるための言葉ですね。 Tu veux du pain ou des céréales? 選んでください。どっちがいい？っていう意味です。絵はですね、2つの文章をつなげることです。やっぱりそういう絵を使ったら長い文章を作ることができます。 Aujourd'hui, je suis allé au boulot et j'ai fait les courses en rentrant. 本当にこの言葉の有利は、みんなはもし2つのシンプルな文章をできたら、その絵を使ったら長くなりますね。 Aujourd'hui, je suis allé au boulot. は1番目の文章ですね。で、2番目の文章は j'ai fait les courses en rentrant. で、絵をつけたら Aujourd'hui, je suis allé au boulot et j'ai fait les courses en rentrant. で、やっぱりネイティブな感じがしますね。だからぜひぜひ絵の言葉を使ってみてください。 Donc, この言葉は結果や影響を説明するための言葉です。例えば J'ai fait du skateboard sans protection. Donc, je me suis blessé. ということで J'ai fait du skateboard sans protection は 1ですね。 で、 1の影響で 2となります。 Donc, je me suis blessé. Je me suis blessé は 1の結果ですね。 だからこんな風に使ってみてください。 Or, この言葉なんですけれども、目と同じように反対の意味を持っている言葉です。目の違いはね、フランス語の日常会話だとあんまり使えません。Orはは多分本の中でとかもっと丁寧な話の中で使えますので、やっぱり判定をしたかったら目の方を使ってみてください。 Leur repas était très bon. Or, ce n'était pas ce que j'avais commandé. 2はですね、排除するための言葉です。例えば je n'aime ni le café ni le thé. で、この言葉はなるべく否定をするときに使います。 2の場合は pasはなくなります。 je n'aime ni le café ni le thé. その言葉を使うときに に2つがあるようにだけ注意してくださいね。 car は donc と同じように結果を表現するための言葉です。例えば je suis en retard car j'ai manqué mon train. で、carの違いはね、漢字的にcarは説明するときを使いますね。でも donc を使うときに議論の中で何かを断言するために使います。なんか説明をするより 声明を出すために使います。一番使いやすい言葉は何？コメントの中で教えてください。それでは、あ、bientôt!